おはようございます。釣り子 TV です。これ、釣り具屋さんに入荷してましたよ。アベンタクローラーのウッド。ね。今井プロのブログでデカベンターなんていうあだ名が付けられてですね、ちょいちょい出ていた。あとフィッシングショーとかでも今活のコーナーに並んでいたりして、いつ出るんだろうっていう感じで待っていたんですけどね。この6月のこれから梅雨が入ってトップウォーターいよいよっていうこのタイミングでお店に並んでましたよってことで、まずね、周りから見ていくと、まあ裏に説明書きがあって、で価格が5,400円ね。いやー、ちょっとねお高めなルアーなんですけども、ウッド製で、あとね結構この大きなボディで、でね、こだわりのその専用の羽のパーツとかいろいろ使われているんで、まあ5,000円ぐらいはしちゃうのかなっていう感じですけども、じゃあね早速開けていきたいと思います。ケースもねでかいですよね。さあ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 、はい、うおー、このツヤっぽいボディ、あ、で画面からちょっとはみ出ちゃうぐらい大きいですね。自分の手ね比べても、手からもうはみ出しちゃうぐらい非常に大きいですね、これ。やっぱりで羽もね、こんな大きくて、あ、でこのアベンタ特有のちょっとラフな感じっていうんですかね、こんな感じの取り付けで、これがね、まあ微妙ななんか変な音も出してくれるしね、自分なんか一点シェイクでの使い方が多くなってくると思いますけども、腹ね、名前が書いてあって、アベンタクローラーのウッドね、針おっきなのがついてますね。こんな針がついています。で、アイがこっち向きなんですね。後ろも横合いで、まあ、この横合いにすることによって、でっかい針なんだけど、そうですね、針同士は絡まったりしない距離が保たれているのかなというところと、であと最初からスナップが1個ついてますね。丈夫そうなスナップが1つで、カラーはね、選べたんですけども、このカラー、あー、すごい名前ですね、これブラックデビル、黒い悪魔っていうことですけども、わー、でウッドのボディっていうことなんですよね。ウッドのボディで、でちょっと従来のアベンタクローラーより、少し大きくなってますよっていうことで、裏に確か説明書きが書いてあったんで、ちょっと見てみたいと思いますけども、アベンタクローラーウッドリミテッドっていうのが正式名称なんですね。今井プロのブログではデカベンターなんて呼んでるやつが多分これで間違いないんじゃないかなと思うんですけども、ウェイトは2オンスクラスで、大きさがですね、まあ、125ミリっていうことで、これね、長さが125ミリ、2オンスね。でデッドスロークロールアクション性能を突き詰め、すでに実績抜群のオリジナルアベンタクローラー、その性能をさらに向上させるため厳選された特殊ウッド素材で完全再現、オリジナルアベンタならではのボディラインシルエットをそのままに、ウィングサイズを拡張、そしてボディ容積を約 10% アップすることで、樹脂製オリジナルモデルに比べ浮力と重量を格段にアップさせています。またウッド製になったことで水への絡みが抜群に向上、重量をアップしながらも浮力もアップさせることでさらなる飛距離増に加え、強力な水押しパワーと最小限の移動距離を実現、シリーズ最強の収魚力とスーパーデッドスローアクションを持つ究極のビッグクローラーベイトですっていうような説明書きが裏に
つらつらと書かれておりますね。これ羽がでかくなってるっていうことで書いてありましたよね。でね、オリジナルのね、ボーン素材のアベンタクローラーもちょうど横に並んでいたんですけども、これね1個でね5400円しちゃってね、あとはちょっと全部が全部買っちゃってると家帰れないよっていうぐらいね、そうですね、お金が緊迫した状況になってしまったんで、今回はですねこれ一つだけ買ったんですけども、ウッドボディだし、5000円出しても OK だろうと思ってですね買ってきてみたんですけども、ちょうどね今家にねこの RS が並んで置いてあったんで、 RS を見ていくと、羽のサイズはこれどうなんだろう、 RS と一緒ってことなのかな、そうですね、 RS が巨大な羽を昇華して後ろ寄りについているってことですけど、RS と同じ羽っていうことでいいのかな、並べてみても、そうですね、アベンタクローラのRS、 これもウッドボディですけどね、確かこれについている評判の良かった巨大な羽がこっちにもついていて、でウッドボディで重いから飛ぶよう、でも木だから浮力もあるよ、よりネチネチできるよってことだと思うんですけど、たまたま両方ブラックデビルカラーですかね。こっちはね、去年神山ダムなんかでも雨の日とかにすごいネチネチ誘って連れてくれて、使いやすいルアーだなと思ったんですけども、これねちょっと大きくなったんで出しどころね、雨の日とかどんどん投げていこうかなと思うんですけども、徐々にセミなんかが鳴くようになってきたらそんな時も使いたいなと思いつつ、やっぱこの羽でねこう何回もシェイキングしてチャパ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 入れることによって小魚がなんかいるような効果を演出するなんていう肝があるみたいなんで、一点シェイクでできるだけリザーバーとかの岩盤沿いに投げて、でこの移動距離を抑えた、ね、独特なこの羽を使ってあんまりこう手前に寄ってこないんで、その岩盤から浮き上がらせてガバチョって食わせる、そんな使い方をしてみたいななんていう風に思いますけども、ニオスクラスなんでね、ちょっとね投げるタックルもこっちはね比較的どんなタックルでも投げれるかなと思うんですけども、これはちょっと投げるタックルなんかも、あと糸なんかもね、5000円するルアーがねぶっ飛んでったらちょっと、投げますからね、そこら辺もどんなのがいいかななんていろんなタックルで投げてみたいと思います。で、ニオンスクラスって書いてあるんですけどね、気になる重さの方もちょっと手元で測っておこうかななんていうふうに思います。アベンタクローラーのウッドリミテッド、これは果たして何グラムでしょうか。53.6g ね、ニオンスっていうことで大体そんなもんかなということですけども、50g をちょっと超えてくるよっていうようなサイズ感なんで、竿としてはどうですかね、2オンスまでしょえるよって表記よりはどうでしょう、3オンスまで OK なんていう竿の方が、そんな無理なく投げれるんじゃないかななんて思いますんで、ちょっと自分の使うところではこの竿3オンスまで OK っていうような竿に、PE ラインの竿ですね、太めのなかなかでかいバスが来ても切られないような4号とか、そういった糸を組み合わせて投げていこうかなっていうふうに思います。ちなみに、ちょっと小型のこれに比べるとね、だいぶ小型のアベンタクローラーのこの RS ね、これは何グラムだったかな、22.7g っていうことで、およそね倍ぐらいあるんですね。こう見た目にも確かに倍ぐらいかなっていうサイズ感ですけども、これは
相当でっかいんで、ただね、大きいのがベチャンってくるからこそ、なんかふって振り向くバスとかいるっていうのも、なんかね、最近いろいろ大きいルアーぼちゃんぼちゃん投げてみて感じるんで、状況によっては関東でも全然いけるんじゃないかなということで、こういう今年ね覚えたいテーマの一つですね、デカ跳ね物。NZ クローラーね、デプスのやつ、あれなんかもね買ったはいいけど、まだ一匹も釣ってないんですよ。結構ねちょいちょいタイミングとかいい雨の日とかね投げてみてるんですけども、まだ自分釣ることができてなくて、あれとか、まあこれとかね、あとはダッチなんかもでっかいのがそのうち出てくるなっていうね、フィッシングショーで並んでいたり、キープキャストだったかな、しましたからね、そこら辺も楽しみなんですけども、まずはねこの今勝から巨大なウッドモデルのアベンタね出てきましたんで、これを使いこなせるように、まあちょうどね梅雨にも関東なんかも突入して、雨の日ね、でアフターから回復して魚追うぞなんていうね状況の時とか、もうバッチリなタイミングなんじゃないかなって思いますんで、まあ、今日なんかちょっと外がすごい天気がいいから、朝マズメ夕マズメとか、まあ昼間とかもこういうのバカーンってなんかすごいタイミングで出たりするんですけどね、まあそんな感じでいろいろなタイミングで投げていければなと思います。何にしても木をこの生めかしいシルエットにね、 3D な感じで掘り起こしたって言ったらいいんですかね、こう形を出したっていう、これがねなかなかセクシーだなということでね、早速使ってみたい。またこの削り出しが非常に困難で、月に今井プロのブログ見ると、まあ200個ぐらい作るのが限界やでなんていう風に書いてあったんで、それでね、どうでしょうか、もうどんどん削って削って削り出して、お店に並ぶ、数できた、いよいよ市場に投下っていう感じなんですかね。この独特のアベンタボディね、でカラーリングもね、こんな今勝っぽいカラーのがあったんで買うことができたんですけど、この他にはね結構でっかい殿様ガエルみたいなカラーとかね、そういったのもありましたんでね、釣り具屋さんで見かけたらこれは買いじゃないでしょうか。というか、まあまだ釣ってないけどね、これからちょっと使い込んでみたいと思いますんで、というわけで本日の釣り講 TV はアベンタクローラーのこれウッドリミテッドってのが正式名称なんですね、デカベンタ、これが並んでいたんで一つ買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。